富岡城並びに、霊北町中心部の航空写真霊北、火力発電所霊北町は、熊本県の西部、天草諸島の北西部にある町で、天草郡に属する。天草諸島の一つ、下島の北西端に位置する。広さは東西に 9.76km、南北に 12.3km で、総面積は 67.09km。西は、天草灘。 北は、千々和灘に面する。町名は、霊州の北部にあることから。細長く突き出た富岡半島は、陸系島として知られる。半島から伸びた佐市の萌え崎は、小天橋とも呼ばれ、県指定の天然記念物浜神町が群生する。富岡川からの萌え湾数百年にわたって、天草の中心地だった。1205年、四季光つ氏が、四季六が、 裏の地頭となり、逆瀬川、四季、トロロ、富岡を含む天草した島の北部一帯を約400年、統治する。戦国時代末期には、全盛期を迎える。キリシタン大名四季臨戦は、イエズス会の宣教師を招いて、布教を許し、キリシタンを受け入れた。これを通じて、林戦は、南蛮貿易を行おうとしたが、実現はしなかった。江戸時代には、富岡に、 大官所が置かれ、約270年間天草全土の軍政を治め、天草の政治、経済、文化の中心地として繁栄した。1953年の町村合併促進法施行により、天草郡坂瀬川村、四季村、富岡町、とろろ村の四町村の合併の機運が高まり、1955年1月1日、とろろ村を除く三町村が合併。 霊北町が誕生した。翌年、トロロ村が編入合併され、現在の霊北町となる。江戸時代から丹味で実家化する天草陶石の産地として知られており、今日でも時期の原料として富岡港から大量に出荷されている。1990年代には、九州電力霊北火力発電所が西海岸に建設され、その出力は 熊本県内の電力需要の約3分の2をまかなうほどである。そのため町の財政は豊かで天草市に合併しなかった。空港、鉄道路線なし、一般路線バス高速道路なし、一般国道主要地報道一般県道その他の道路は個人。ありがとうございます。